ガルムは、ノルウェー海軍の駆逐艦。ドラグ級。写真は1913年に撮影されたガルム。ホルテン交渉で建造。1913年5月27日浸水。1914年7月6日収益。旧式化すると、モスボール化されたが、1939年8月28日に、再収益した。1940年2月15日。 ハルステンタンクにいる船艇徳を乗せたガルムは、水雷艇トリグと水雷艇 SNGG に続き、ノルウェー領大海内に入ったドイツ船アルトマルクを調査した。ドイツ軍がノルウェーに侵攻した1940年4月9日には、ベルゲンに所在していた。ガルムは、ドイツ艦隊の最高尾に位置していた、軽巡洋艦系にヒスベルクを来撃しようとしたが、 距離がありすぎたため失敗した。艦長のエス・スコージョルデン大佐は、ケーニヒスベルクに接近しようとしたが、ケーニヒスベルクが発砲し多くの資金弾を受けた。ガルムは攻撃を断念して機体逃走した。4月26日、駆逐カントロールと共にソグネフィヨルド内に停泊していたところを、ドイツ軍機により攻撃された。投下された爆弾のうち一発がガルムに命中し、 魚雷などが誘爆した。ガルムは二つに分断され、数時間炎上した後沈んだ。ガルムには有効な対空火器がなかったため、敵機が来襲すると全乗員は艦を離れた。そのため死傷者は皆イムであった。ありがとうございます。